20世紀のクラシック音楽は、それ以前の世紀の西洋古典音楽と比較すると、極めて多様になった。19世紀までの作曲家は、たとえ出身国が違っていても、よく似た音楽の様式に基づいて、作曲をした。例えば、ウィーン古典派の時代の作曲家は、楽曲形式に何を用いるか、オーケストラには何の楽器を採用するか、良い響きの音とは、 どのようなものかといった問題について、おおむね似たことを考えていた。これに対して20世紀のクラシックは多様である。これまでに試されてきたものとは異なる形式、音の響き、音楽美を追求した作曲法について、異なる考え方を持った作曲家がたくさんいたことから、多くの学派が生まれた。20世紀のクラシック音楽の学派の名称には、 単語末に主義をつけるものが多い。また、ジャズ、ワールドミュージック、ホークソングの影響を受けたものもある。さらに20世紀後半には、電子音楽が生まれ、後には、ミニマル、ポストモダンといった音楽も生まれた。一般的に時代の名称はその時代が過ぎ去ってから、名付けられる。そのため20世紀のクラシック音楽を何と呼ぶかは、難しい問題である。一方で、 1九百年以後の音楽は現代音楽と一くくりに呼ばれることが多く、概ね九百七十五年以後、二十一世紀現在までの音楽はコンテンポラリー音楽と呼ばれることがある。本校では1九百年から九百九十九年までに作曲された音楽について述べる。二十世紀初頭の作曲家の中には、リハルト・アーグナーのオペラ、トリスタンとイゾルデに登場する。 トリスタン・ワオンなどに代表されるような、火星学上の変革から、調整に基づいた音楽の体系は、すでに古くなってしまったと考え、それまでとは異なるアプローチを模索し、何か、新しいことに挑戦しようと感じたものが多かった。アルノルト・シェーンベルクとインゴリ・ストラビンスキーは、当時の作曲家の中で最も重要な二人である。そして二人は、音楽の理論についても、 非常に異なった考えを持っていた。シェーンベルク・シェーンベルクの場合、それまでの調整的な音楽の延長として、無調という概念を提唱した。彼はその傾向をさらに推し進めて、最終的に、十二音技法と呼ばれる作曲理論にまで発展させた。これは、楽曲の中で様々な形に変形し得る、特定の順序で並んだ音列により構成された。 無調による音楽を作曲するための技法である、十二音技法を用いる作曲法をセリアル主義という。こうした、シェーンベルクの十二音技法の影響を受けた作曲家は多く、特に彼の門下にあったアントン・ベーベルンやアルバン・ベルクなどは、師であるシェーンベルクと並べて、新ウィーン楽派と呼ばれた。ストラビンスキー・ストラビンスキーは、ロシア出身の作曲であり、 ロシアの文化に着想を得て、春の祭典という大のバレエ音楽を書いた。春の祭典は、踊り手が困惑するほど不規則なリズムに満ちており、一部、副調になる部分もあった。その後、ストラビンスキーは、プルチネルラのような18世紀のバロック音楽時代に、書かれた音楽のメロディーに不協和音を加え、斬新な火星をつけたような音楽を作曲するようになった。 このような作曲法を新古典主義と呼ぶ。ストラビンスキーの音楽はセリアル主義の音楽に反対するものと捉える人が多いが、ストラビンスキー自身は晩年に12音技法の使用を始めている。また、フランスでは第一次世界大戦後より、詩人のジャンコクトーと作曲家のエリック・サティの影響を受けた新古典主義音楽の一派であるフランス6人組が登場し、 ハン・ロマン主義、ハン・ドビュッシーを掲げながら活動をした。ドビュッシーフランスでは絵画の分野で印象主義と呼ばれる美術運動が交流しており、これに関心を示す作曲家もいた。クロード・ドビュッシーはしばしば印象主義的と呼ばれる作風の音楽を作曲した。彼はジャワ島の音楽に着想を得て全音音階と五音音階を自身の音楽の要素に入れ込んだ。 ドビュッシーの音楽は、公共詩、海や牧神の午後への前奏曲など、曲全体の調整は明瞭であるものの、随所で調整が曖昧にぼかされるような手法を取っている。同じく代表的な印象派の作曲家で知られる、モーリス・ラベルの音楽は、ドビュッシーに似たところもあるが、その独特な還元楽法から、結果としてドビュッシーとは異なる様相を持った作品を生み出した。 その後のフランスの作曲家としては例えば、オリビエ・メシアンがいる。メシアンは、胃腸の限られた戦法と呼ばれる、新しい音階に基づいた体系を使って作曲した。メシアンはまた、非西洋世界の音楽にも興味を持ち、鳥のさえずりや鳴き声を曲の中に取り込んだりもした。上述のようなロマン主義への意義申し立てという、ムーブメントと同時並行的に、 基本的に19世紀に確立されたロマン主義の様式で作曲する音楽家もいた。イギリスのエドワード・エルガーの音楽はよく、エドワード国王時代風と呼ばれる。その他の大英帝国の作曲家たちは、帝国内各地の民謡に着想を得た音楽を多く作曲した。そのような作曲家としては、ボーン・ウィリアムス、バタワース、クイルター、フィンジがいる。フレデリック・ディー・リアスは、 非常に印象主義的でありながら同時にロマン主義的でもある音楽を作曲した。ロシアのセルゲイラフ・フマニノフとドイツのリヒャルト・シュトラウスは亡くなる1940年代までロマン主義学派の様式を貫き通した。フィンランドのジャン・シベリウスとデンマークのカール・ニール・センは調整音楽の枠内で偉大な公共曲を作曲した。イタリアのプッチーニはロマン主義学派の様式で ベリズムと呼ばれる、写実主義的なオペラを作曲した。この時代、伝統的な作曲技法を守りながら、斬新な方法で、楽曲の中で調整を取り扱う作曲家も、少なからずいた。そのような作曲家としては、イギリスでは、ベンジャミン・ブリテン、マイケル・ティペット、ウィリアム・ウォルトンがおり、アメリカでは、サミュエル・バーバー、ロイ・ハリス、アラン・ホバネスがいる。 ドイツのパウル・ヒンデミットは、ロマン主義学派の美学上の思考様式からの脱却を目指し、新速物主義を提唱した。コンテンポラリー音楽の作曲家たちの一部に非常に宗教的な音楽が見られることも、コンテンポラリー音楽の特徴の一つである。ジョン・タブナーやアルボ・ペルトがそうした傾向を見せる作曲家として知られる。 1914年から1918年までの4年に、わたって続いた第一次世界大戦は、それまでのヨーロッパの社会構造でもあった、貴族やブルジョワジーといった基盤の没落を呼び、それまで彼らの庇護によって支えられてきたクラシック音楽は、それまでの大規模管弦楽による公共曲やオペラなどが、その補助を失うなどの影響を受けた。そうした中で作曲家によっては、 大衆音楽や映画音楽に転身するものや、庇護を求めずに、新しい分野の開拓へと挑むものなど、様々な方面への転向が相次いだ。アメリカで生まれたジャズがクラシックの作曲家に与えた影響は大きい。ジョージ・ガーシュインは、ジャズとクラシックを接中させた音楽を作った。アーロン・コープランドとレナード・バーンスタインは、自作にジャズの要素を取り入れた。ヨーロッパにおいては、 ラベル、クルトバイル、ダリウスミオーなどがジャズのイディオムを使って作曲をした。1912年から1914年にかけてドイツに留学していた山田光作はこの留学時代に日本人初となる還元楽作品である序曲二丁々や初となる公共誌、暗い扉と姉妹作、マンダラの花のほか第一次世界大戦に伴って日本人初となった。 公共局に、勝ち時と平和という表題を与えた。ヒンデミット1930年代より、ドイツでナチ党が政権を握ると、シェーンベルクはじめ、ドイツ国内の多くのユダヤ人音楽家がドイツから亡命した。ナチス政権の場合、ユダヤ人による作品と共産主義者による作品、そして現代的な無調作品を大敗を音楽として批判し、 そうした作品の創作を禁じた。特にハウル・ヒンデミットのオペラ、画家、マチスの初演の禁止措置は、後にヒンデミット事件と呼ばれる作曲家排斥事件に発展し、指揮者のビルヘルムフルト・ベングラーが声明を出すなどの騒動となった。一方で、ナチス政権期においては、ヒトラーがワーグナー好きであったことから、ワーグナーが建設したバイロイト祝祭劇場を聖地化し、また、 ワーグナーの遺族たちも、またそこに接近した。さらには、ドイツの神話や民話、あるいは伝統的な処方に基づくような作風であった、カール・オルフのカルミナ・ブラーナや、ベルナー・エックの作品は、政権側からも歓迎された。ドイツよりも少し早い1928年に、成立したベニート・ムッソリーニによる、政権期においては、当初は芸術に対する規制はそれほどなかったものの、 例えば、指揮者のアルトゥーロ・トスカニーニが、ジャコモ・プッチーニの遺作となったオペラ、トゥーランドットの上演の際に、ファシスト等歌の演奏を拒否し、ファシスト党員からの暴行を受けるなどして国外に逃れるなどの事件があった。一方で、オペラ、カバレリアル・スティカーナで成功を収めた、ピエトル・マスカーニや公共史、ローマの末・ローマの噴水、ローマの祭りの、 ローマ三部作で知られるオットリーノ・レスピーギやアルフレード・カゼッラなどのやはりドイツ同様にイタリアの歴史を題材にしていたりあるいはファシスト等に対して忠誠を示していた作曲家の作品は政権からも歓迎を受けた1939年パリ占領による敗戦を経験し中南部の自由地域に成立したビシー政権ではオペラ座は通常通り稼働していたり フランス人作曲家の作品も日常的に取り入れられたことから一見してドイツやイタリア、ソ連のような苛烈な芸術への規制は見受けられなかったがピアニストのアルフレッド・コルトーを音楽顧問に就任させフローラン・シュミットやジャン・フランセといった作曲家らをドイツに訪問させるなどの対独協力が行われた一方でベルコールなどの他の芸術分野でも見られるような 沈黙することを用とした占領期のフランスにおける一種の抵抗運動は音楽においてはオネゲルの公共曲第2番やメシアンの世の終わりのための始終奏曲などが代表的であるロシアにおいては1917年の革命後ソビート連邦が成立した1910年代にはロシアアバンギャルドという芸術運動が流行しアルトゥール・ルリエイやニコライ・ロスラベッツ イワン・ビシネグラ・ツキーなどが活躍した。しかしこうした実験的な芸術運動は体制がより強固になっていくにつれて禁止されるようになった。ソ連の政治家はこうした運動に代わるものとして社会主義リアリズムを作曲家に要求し、作曲家は自身の望む表現と政治家たちを満足させるような表現との間で葛藤した。ロシアでは19世紀的な楽曲形式である 公共曲を作曲する伝統が継続しており、20世紀のソ連で公共曲を作曲した作曲家としては、セルゲイ・プロコフィエフやドミトリ・ショスタコービチ、ニコライ・ミャスコフスキーなどがその分野で活躍した。1940年は、神武天皇の即位から数えて2600年を祝う、紀元2600年記念行事が催され、音楽の分野においても、 後期2600年報酬曲という形で、国内の作曲家のみならず、海外の作曲家に対しても移植を行った。国内の作曲家ではすでに大御所となった、山田光作がオペラ、黒船を書き、大沢久人や橋本邦彦、深井志郎や小高久多だといった若手の新作なども、発表された。中でも、新時、清の構成曲、街道統制は、 人務統制を題材にしたカンタータで当時のナショナリズムを大いに刺激させた。海外への移植作品としては日独意三国同盟を結んでいたことからドイツからシュトラウスの日本の後期2600年に寄せる祝典局がイタリアからはピツェッティの公共局位長長がまたすでにビシー政権が誕生していたことからフランスからイベールの祝典序局が また同じ数字区国であったハンガリーからベレッシュ、シャアンドルの公共曲第一番が送られた。他にも、イギリスからベンジャミン・ブルテンが、シンフォニアダ・レクイエムを送るも、作品の内容から演奏を拒否され、また、アメリカにも移植をしていたが、日米関係の悪化から実現することはなかった。1940年代のアメリカは、ドイツやイタリアでのファシズム政権、 ロシアでの共産主義政権の誕生に伴って多くのドイツ人、イタリア人、ロシア人、そしてユダヤ人などの亡命を受け入れてきた。アメリカに亡命した音楽家にはシェーンベルクやストラビンスキーといったスリー主義と新古典主義の中心人物のほか、ファシズム政権から逃れてきたヒンデミットやトスカニーにバルトークベーラ、さらには ユダヤ人のエイリーヒ・ヒボルフ・ガング・コルンゴルト、オット・ー・クレ・ンペラー、ブルーノ・ワルターなどが亡命を果たした。第二次世界大戦後、すぐの1946年、ドイツのダルムシュタットで、ダルムシュタットかき現大を音楽講習会が開催され、それまで表舞台から姿を消し去っていた、シェーンベルクの12音技法が再発見され、ピエール・ブレイズやカール・ハインツ・ストックハウゼン、ルイジ・ノーノが、 この影響を受けた。彼らは、それまで12個の音のみを全て使うだけでなく、音化や強弱といった部分にも、列の概念を導入させた、トータルセリエリズムを提唱した。ブレイズやシュトックハウゼンをはじめ、この講習会に参加した多くの作曲家が、電気信号に基づく音を楽曲の中で用いる実験もいった。こうしたヨーロッパでの、より厳密なセリー主義への系統に対して、 アメリカでは1950年代にジョン・ケージやモートン・フェルドマンを筆頭に中国の液境や図形譜などに基づく偶然を主題とする潮流が形成されていく。特にケージの4分33秒はその分野の傑作として知られている。50年代より音として扱うものの実態として自然界に存在しない音やより拡大された音階を求める。 電子音楽と反対に実際の自然界に存在する楽器以外のあらゆる音を音楽として用いるミュージックコンクレートが登場し、これらはしばし2個を対立する分野として扱われる。こうした対立は電子音楽とミュージックコンクレートの2つの特徴を持ち合わせたシュトックハウゼンの少年の歌を通じて音楽的な解決が提示された。二十世紀の初頭より テルハーモニウムやテルミン、オンドマルトのといった電子楽器が開発、発明され、戦後にはそうした楽器を用いたメシアンのトゥーランガディラ公共曲やエドガー・バレーズのエクアトリアルなどが発表された。また50年代には電気電子技術の発展からそうした技術を使用した作品作りがカール・ハインツ・シュトックハウゼンを中心に行われるようになり、日本やアメリカ、 フランスなどでは電子音楽スタジオが設立された。シュトックハウゼンは電子音楽について4つの特徴があると指摘している。ミュージックコンクレートはフランスラジオテレビで1948年にピエール・シェフェールがミュージックコンクレートのグループを作ったことに始まる。これらは車のクラクションや鳥の鳴き声、人の笑い声といった楽器以外の自然界に存在するあらゆる音を 録音を通じて音楽として組み込み、それらを聞きながら、その音の正体や意味などをイメージするといった音楽的潮流である。1960年代に入ると、同時代の音楽の多くが複雑すぎるという考えを持った作曲家がアメリカを中心に現れた。こうした流行はミニマリズムあるいは反復音楽と呼ばれ、そうした 複雑な手法とは反対に短いモチーフを繰り返しながら微細な変化を少しずつ与えて作品を展開させる音楽である。こうした流派の代表的な作曲家とその作品として、スティーブ・ライヒの18人の音楽家のための音楽や、ジョン・アダムズの歌劇、原爆博士といった作曲家が挙げられる。ありがとうございます。